ウーファーあるいはウーハーとは低音再生を担当するスピーカーユニットである。2ーあるいは3ーのスピーカーシステムにおいて低音域を受け持つスピーカーユニットをウーファーあるいはウーハーと呼ぶ。名称は大型犬や狼、ライオン、虎などのうなり声から付けられた。振幅の大きい低音域に特化するためエッジや ダンパーなどの振動系のストロークは大きく取られ、光景を大きくすることで低歪み、大洋圧を確保して、迫力のある低音を再生する。蒸気の3ウェイよりもさらにユニットが受け持つ帯域を分割し、低音を再生する方を、ウーファー、超低域を再生する方のユニットを、サブウーファーもしくはスーパーウーファーと称することもある。この程度の体域になると、人間の聴覚では、 定義がはっきりしなくなるので、ステレオ再生の場合であっても設置位置は比較的自由であり、車載用オーディオや小型にまとめる必要がある。ホームシアターではメインのウーファーとは別に設置される。またフルレンジユニットで高音から低音まで再生する場合により低音を加えるときにもより低音を再生する方のユニットをサブウーファーと称することが多いポータブルオーディオや、 パソコン向けのアクティブスピーカーでは、電気的に低音を増幅する回路を有する場合も、あるが、筐体が小さいため先天的に低音が弱く、機種によっては、サブウーファーを標準、またはオプションで設定して、低音を補強する。なお、ホームシアターシステムでよく使われるドルビーデジタル、などにおいては、5.1CH や2.1。 ch としてメインのスピーカー以外にサブウーファーを 0.1ch として付加する場合があるが、これは、レフといってメインのスピーカーとは別チャンネルで低音を付加するものである。メインのスピーカーで再生すべき音の帯域を分割するものとは異なるので、留意が必要である。中低音を再生するユニットをミッドバス、低音を再生するユニットをウーファーと呼び、 帯域を分ける場合もある。どの周波数なら、中低音、低音という分割になり、あるいは低音、超低音という分割になるのかの、明確な区分は存在しない。ただ、ミッドバスウーファーの場合は、同一筐体に取り付けられており、ウーファーサブウーファーの場合のように、別筐体に設置されることはない。ありがとうございます。